活現実の延長で静止ということをお話したいと思います。刀と刀を使っているときに動かしちゃうと摩擦は消えます。当然のことですね。つまりこういうことをやり始めると途端に摩擦は消えるんです。消えるから単に力で無理押ししているわけです。力の伝達は起きません。押し倒してるんです。それに対してこの接点が静止している状態で、この時押しているのは腕ではないんです。腕で押すと当然のことずれます。この状態をコンクリートしたまま肩がよいしょって運んでいるんです。だから崩せるんです。それを片手でこの状態でよいしょって言いましょうっていうのが勝ちです。つまりここも押してないんです。ここの圧力が変わらない。変わらないから滑らない。摩擦がしっかり発生している。それ全体を肩で運んでいるのが感じる。触れ合いもする。ここで一番摩擦係数が増えてますんで、これをこうやって押しちゃうと消えるんです。摩擦が消えるんです。ですから、この状態のままどっこいしょと肩で用意すると。じゃあ、これだったら、ここを当てて、こうやって、こうやったらどうですかって、先ほども言いましたけれども、指を曲げて握った途端に、ここの摩擦係数が消えてしまいます。ですから、普通に振り回すためになります。でも、この状態で、猿が枝を渡っていくときに使う、こういう手を使って、摩擦係数が増えたまま、よいしょと振りますよっていうのが、で、これを、甲冑、こうした相手に対して用意しよう。刀と刀。刀と。普通こうやってここに当たったらどうしますかって。ね。甲冑着てるから切れないから、相手は平気で、例えば切りつけに来たら、よいしょって打っちゃうんです。素肌だと当然切られないように見えますけれども、切られそうになってる。よいしょって止めるんですよ。で、ぐっと掴んで、よいしょって切ってる。一番最初の押しかけの暫定性質なんか、相手が肘で受けに来ますからね。切りつける。なんで、ここが一番頑丈だし、斜めになってるから、ちょっと振ると、スルッと滑っちゃうんです。ということは、叩きつけて切るっていう動作はフォアットなんです。だから、ぐっと乗せて、手の内作って、持ち上げますよっていうのが暫定設定。つまり、静止状態にする。完全に静止状態にして摩擦係数を完全に増やしておいて、それを手首や肘で動かすとやっぱり外れるんですね。この状態をフリーズさせたまま肩で下がる。上にひょいと乗って、絶対上がりませんよね。手首や肘を使うと絶対上がりません。肩で持ち上げるから、持ち上げる力が摩擦を使って、ちゃんと伝わるようにしましょうっていう物理的な技術。つなぐ技術っていうのは、物理です。だからここで摩擦力が発生してますよ。それを使って体の肩の力や腰の力で伝達。